そんなことって。お見事でしたな。くそー、わしお様の死を無駄にしてはいけません。分かってるさ。ネットをゲットだ。必ずエイジの湯をゲットしてみせる。さあ行こうか、次の湯へ。誰もいないのか。誰もいないな。おそらく諸事情が。まあ、皆さんはお気づきだと思います。留守番秋、湯をいただいて先に行こう。ほら待てよ、待てって。ちょっとマジで待って。ここがおそらく俺の一番の見せ場なんだ。空耳だ、いただこう。お願いだから待って、本当にお願い。言っちゃったらな、俺マッパで出ちゃうぞ。いいのか。マッパ、意味がわからん、いただこう。ああ、うそうそ、ごめん、頼むよ。あと少し、あと少し待って。悪いな、いただこう。私はこの湯を守る番頭、そして全ての湯を司る大番頭でもあり、四兄弟最強の男、龍だ。着替え中とキャラが全然違うな。着替え中って言うな。なに、目からビーム。まあいい、お前はここで死ぬのだからな。どの番頭もそう言っていた。だが俺はここにいる。大した自信だな。汗拭いたら大変でしょう。あ、ちょっと待ってね。あ、ごめんなさい、トラカルさん、あのそこでちょっと待っていいですか。あの、指紋ちょうだい。すいません。じゃあ、アホー。何、またもや目からビーム。汗などかいておらん。で、どうやって決着をつけるんだ。ここはバトルの湯、その湯に浸かる者は筋肉が増強され、アドレナリンが大量分泌。まさかとか。力と力の勝負といこう。面白い。そうこの汚い。来い。いざ。は。一番様。名前だよお前。どうした。もう終わりか。なんだこいつ、強い、強すぎるぞ。強いなんてもんじゃない、桁違いだぞ。来ないのならこちらから行くぞ。信じられねえ、こんな奴がこの世にいるなんて。あ、言っておくが、まだまだ本気などなしではないぞ。殺されない。デコフラッシュです。デコフラッシュで奇跡を起こすのです。デコって言うな。そんなこと言ってる場合じゃないでしょう。殺されますよ。なこと言ったってどうすりゃいいんだよ。これで終わりだ。これほどというのか。メタルハーフのお化身剣使い、
はぁ、あ、六番塔の中で最も私に近い力を持っていると思っていたが、所詮この程度か。残念だ。この蒸気を石たちから、もしやあなたは私と同じ。よく気がついたな。やはりそいつもメタルハーフなのか。違うな。私は体のほとんどを機械化したフルメタルだ。フルメタル？それも最高の素材と最新の技術を駆使された究極のバトルサイボーグだ。この世に私より強いものなど存在しえないのだよ。おい、しっかりしろ。おったぜ。今度はお前の番だぞ。さっきまでの勢いはどうしたんだ。うるせえ。終わっちゃいない。